次のゲスト決まりました。早くも、はい、早くもじゃないな。やっとか、やっと。やっと決まりました。うん、でしかも2人決まりました。2人、はい、いっぺんに、はい、なるほど。どうやって、だだだ、俺はね、それ楽しみにしておいた方がいい。候補上がってたあのリストの中ではあるわけだよね。あそこから2人です。おお、すごい、ね、今回見事に、うん、なるほど、分かりました。言ってみる問題、ね、じゃあまあその全くあのリスト外だったら予想つかないけど、あのリストの中だったらちょっと俺は一応期待しておきます。ああ、了解です、分かりました。で、今日は第2回目ですけど、はい、原田に何でも質問&人生相談のコーナーでございます。はい、またいつものようにツイッターで質問人生相談原田何でも答えるぞとツイートしたところ、うん、また国内と海外、あれちゃんと人生相談してきた人とか結構いますよ。いるけど、俺が回答したの見てるのかな。の返事欲しいですね。の、いや、まあまあ返事はいらないけど、あ、まあ、でも見てる見てないがね、やっぱりね、なんか気になるよね、なんかその後、うんうん、ね、まあ、本当だったらだからもっと細かいことを聞いてあげたいじゃないですか。はいはいはい、うん、本当はそうですよね。だから前も言ったけど、まあ、軽々しくそんなに、ね、うん、答えられないことも多いから、ゲームのことだったらね、そうそうそう、こういくらでもあれだけどさ。でも僕も意外だったのは人生相談多いっすよ。なんでなんだろうね。あ、まあちょっとこのご時世っていうのももしかしたらあるのかもしれない。コロナ禍は影響してるのかもしれないね、うんうん、本題に入る前に、はい、どうせだったらこの場で喋っときますっていうのが一つあります。何でしょうか。リーク事件があったじゃないですか。リーク、数週間前に。え、何、鉄拳の8がどうのこうのだっつって。あ、リークじゃなくてあれでしょ。え、何、リーク、リークを、鉄拳のリークですというツイートがあってじゃん。あ、じゃあリークですというツイートというか、海外の掲示板で、俺が、うん、そのリー、俺は リーカーじゃないけど、そのなんていうの、スポイラー的な、うん、あの人だみたいな、なんか自称ね、うん、自称事情を知ってるみたいなで、俺雇われてるわけではないと、うん、ただその情報を何月の時点までは結構得ていたから、俺が知ってることを書くぜみたいなやつね、うん、ありましたよね。あったあったあった。そういうの、そういうのよくあるんだよ。これ一般論としてもそうだし、それ鉄拳に限らず俺いろんなタイトル関わってるでしょ、うん、どのタイトルでもあるんですよ、ね、うん、だって本当に鉄拳プロジェクトに関わってる人間だったら、うん、まず公の場でそんなことは書かないですよ。書かないし、うん、で前から言ってるように、次の鉄拳があるないとかって話じゃ全くなく、関係なくね、うん、俺ら毎回さ、シーズンいくつとかさ、そういう情報とかちょっとした情報もさ、前から言ってるように情報 ABCD にカテゴライズして分けて、その中の本当の情報っていうのは組み合わせで構成されてて、結構嘘情報入ってるんですよ、うんうんうん、社内でもちょっと間違った情報をつかまされてるって言い方変だけどしてる方がいて、そのほら今回を漏らしてる本人いるでしょ、うん、つかまされてる全く違う情報とかを言ってる可能性があるのね、うん、俺内容見たけど、まあ俺鼻で笑っちゃったけど、ね、いや、これレベルの内容だよ。いや、あんなの誰でも書けるじゃん、うん、それは別に本当のこと知ってれば知らないがさ、うん、みんなが期待するというか、その見て喜ぶようなそんなリークなんていうのは多分今のところ出てないですよ、うんうん、ちょっとかわいそうなことしたかなと思うのは、うん、そういう根も葉もない噂をね言われて、もしあなたがその逆の立場だったらどう思うっていうことを、まあ、返しちゃったがゆえに、それを攻撃する人いるわけじゃないですか、その言っちゃった人。だから そういうふうな事態になっちゃうから、どうしても俺フォロワーが割そこそこいるもんで、うん、あれちょっと、うん、もうちょっと返信の仕方を考えてあげた方が良かったなと思うけどね、うんうんうん、
プライベートリーリラックスな質問ですけど、桜、うんうん、井さんと LINE 交換しましたか？あ、しました、しました。あ、した。しましたよ。収録後にね。しました。あの、そういえば、メールはさ、お互い、同じ、ね、スタジオで働いてたわけですから、うんうんうん、スタジオというか、その、会社でね、うんうん、桜井さんは空だけど、うん、ある意味、なんていうの、ずっとこっちに来て、お仕事されたから、だから、そのメールが通じちゃうんだよね、社内では全部。うんうん、だからそれでずっとやり取りしてたのから、なんか連絡先知ってる気でいたんだけど、うん、LINE を交換はしてなかったから、しました。収録中に桜井さんから言ってましたもんね。あ、そう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 。まずはドライブの前に LINE を交換するところからって言ってた。そう、多分、だから桜井さんそこら辺のこと冷静でクレバーなんだよ。いやそういうプライベートの話は LINE にしましょうよってことでしょ。そうだね、会社のメールでやることじゃないなって思って。そうだったんですね。なんか、やりとり、言っても、LINE でなんかやりとりして。あ、俺誕生日プレゼントの LINE で送れるの知ってる、うん、ああ。なんかあの人意外とスイーツ好きだからさ、それプレゼントとか送ってったら、こんな機能があるんですねって言ってた。そうなんだと思って。あ、じゃあ桜井さんにそれをやってるやついないんだな、みたいな。好きなプロレスラーや格闘家は誰ですか？はい、なるほど。プロレスラーはね、うん、まあ、プロレスラーは割と広いですよ、俺は。まあ、みんなほどマニアじゃないけども、まあ、例えば、格ゲーつながりで言うと、ケニー・オメガさんね。あの人ね、大会とかに実際来て、うん、あの人がインタビューしてたりするから、ね、うんうん、なぜか、俺とか、ね、俺のインタビューしたりとかさ、なんか、まあ、大会自分もちょっとエキシビション出たりとかもするし、うんうん、あと WWE だとちょっと前の名前だとゼイビア・ウッズっていうのがいて、今キング・ウッズになってるかな。うんうん、彼も結構格闘ゲーム大会とか来るんですよ、うんうん、コミュニティイベントに。来てくれたりとかするから、やっぱ結構それで注目して結構好きだっていうのもあるし、日本だと当たり前だけどやっぱ新日とかね、の選手もみんな好きだけど、岡田和親選手とか、岡田和親選手、俺はお姫様抱っこしてもらったことあるから、見た見た、リングの上でお姫様抱っこだよ、俺を。びっくりする、力強いって分かる、パワー、本当シャベルでウィーンと上げられてるぐらい、人間が普通だったらバランス崩れる、うん、もうすごかった。あ、すごいな、あれは。あれはそれ人間普段、まあ、俺よりも大人投げてるわけだから、うん、ああ、これはすごいわと思った、うん、とか、もちろん棚橋選手とかも好きだし、うん、まあ新日系は結構好きだけど、マニアックなとこだとね、俺はね、あれですね、あとあれだ、ドラゴンゲートは何回か見に行ってたりして、うん、あそこのドラゴンゲートはね、選手というかやってること自体が結構好きなんだけど、うん、いろんな年齢層とかに受けるようにやってて、あそこのウルティモドラゴンさんっていう人、うん、俺あの人のすごい友達だっていう人のメキシコにある寿司屋に行ったことあるんだよ。それなんか不思議な縁で、メキシコに出張行った時に、なんかなぜか日本の板前さんがやってる寿司屋からぞって言ったら、その話で盛り上がったんだけど、うん、ずっとプロレス話してて、前回の質問&人生相談に答えるスペシャルで、はい、喋っていて気持ちいい言葉を覚えているという話がありましたが、はい、他に何かありますか？あ、そうだ、それね、それ何だったかな。前回のやつは海外のドラマ、モニカ・ガスタンビデうわ、すぐ覚えた。はい、いくつかあるけど、はい、あれだよ、ドコサヘキサエン酸。それなんだっけ、科学の授業で出てきた。ドコサヘキサエン酸、言えてない、ドコサヘキ
どこさヘキサエン酸とかね。あった気持ちいいですよ、ね、気持ちいいっていうか、なんかえってなって、うんうん、で俺最近衝撃受けて一発覚えたのが、ゴム頭ポン太郎これさ海外の人わかんないラバーヘッドポン太郎なんて、まあ、いわゆるなんだけどそのゴム頭ポン太郎って絵本があって、もう1回ですねそれは1回 すごい強烈でしょ、うん、ゴム頭ポン太郎だよそう絵本なんだよ子供向けの、すごいっすね、ゴムでできた頭を持つポン太郎がひたすらバウンドする話なんだけど、あとねナパキャットワンチャイ、何ですか誰ですか、え、あのナパキャットワンチャイっていうね、昔あのボクサーですよ、タイのボクサーですよ、はい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 、うん、ストロー系だったね当時はね、結構有名なチャンピオンですよ、うんうん、タイに行くと、うん、いたうん、ワンチャイ、ね、うん、ワンチャイ、はい、ナパキャットワンチャイ気持ちいいねそれ、なんかすごいですよ、もうあれも小学校の時に試合見て一発覚えた、ナパキャットワンチャイって、うん、ラクリマクリスティだっけ、あ、そうそう、僕それ、うん、ラクリマクリスティとかさ、あのか、うん、海外の人知らないかもしれないですけど、うん、あの日本のビジュアルバンドですよね、うん、ビジュアルバンドブームの時の、え、ちょっと待って、ラクリマクリスティってバンド名なの、あれワインだと思ってます、おうおうおう、ワインでもあるんですよ、いや俺ワインだと思ってたけど、国内にラクリマクリスティっていうバンドがいるんですよ、あのねルナシーとか、うん、あの辺の時、え、ワインから取ったんじゃないの、ワインから取ったのかもしれません、ワインの方が先だよね、先ワインってイメージだったけど、あ、僕はねビジュアル系バンド、あ、そうだったんだ俺今日言おうと思ってたの、ラクリマクリスティ、ラクリマクリスティね気持ちいいっす、あれは気持ちいいよな、気持ちいい、でもゴム頭ポン太郎すごいでしょ、もう無敵ですね、うん、前回言ったのはパラジクロロベンゼン、あ、パラジクロロベンゼンか、はい、いいとポリプロピレンとかさ、気持ちいいよね、だから人名で言ったら、うん、日本のその有名な俳優さんで、あの、ユースケ・サンタマリアね、うん、あ、ユースケ・サンタマリアね、あれ覚えちゃうよね、気持ち覚えちゃう俺ゴム頭ボンタロウだけどねそれは絶対に覚えたけどね人生相談の一つ、はい、一つ、僕は大学を卒業してから、うん、ずっと家に引きこもっているニートです、うん、社会復帰するにはどうすればよいですか、その前にこの人さ卒業してからってことはある意味社会人にはなったことないわけだよな、うん、だからそれを社会復帰と言ってどうするんだろうと思うんだけど、うんうんうん、いやこれもさ分かんないじゃん、その人によって違う、まあまあ細かいことは分からない、分かんないんだよな、だただ少なくとも、雰囲気からするとよ、大学を卒業して以来例えば20年引きこもりですってわけではなさそうじゃん、うん、なんか、ま、おそらく今こういうことを書いてきて言うってことはそれなりに焦ってると想像するとおそらく数年とか2年とかね、うん、あのひょっとしたらまだ20代なのかなと思って勝手に聞いてたんだけども、うん、まあそれが仮に30代でもいいんだけども、うん、原田の場合にわざわざ書いてくるってことはひょっとしたらゲームとか遊んでる可能性あるよね、うん、でゲームってとてもいいんですよそこ、うん、青山学院とかと俺は今組んでその、はい、なんかこう社会問題解決とか、うん、そのゲームとかもそういうのを含めてなんかあの社会貢献とか社会問題解決できないかみたいなところの研究室みたいなのを立ち上げてて、うん、でそこでいろんな話をしていろんな教授とかいろんな大学の先生とかとも話をいろいろディスカッションしてきてるんだけども、あのちょっとやっぱりいろんなものっていろんな見方したら面白いよねって話になって、例えばさうちの子がゲームばかりやって、うん、家に引きこもってるんです、うん、どうすればやめさせれますかって結構聞かれるんですよ、うん、でだけどこれものの見方によってちょっと言い方全あの実は捉え方変わるの、実際そういうケースがあるんだけど、ね、本人はゲームのせいで引きこもってるって親は思い込んでんだよね、あ、なるほど、でも逆のケースが結構あって、うん、引きこもってって何にもしてないかったんだけどゲームはするようになったとも捉えられる、でそれはどういうことかっていうとゲームによって救われてる可能性があるんですよ、うん、ゲームって細かい成功体験の積み重ねが内包されてるでしょ、うんうん、これはいろんなね、このゲームこう見てる人ね、ゲームやるから、まあ、別に格闘ゲームに限らずいろんなね、ゲームパズルゲームもそうだし
はい、フライトもものもシューターとかもそうだけど、必ずゲームってなんか課題があって、ロールプレイングゲームとかもそうだけど、そうクリアするっていう、なんかトライアンドエラーと、成功体験、うん、まあ、逆に失敗体験もあるんだけど、そういうものを繰り返すじゃないですか。で少しずつ前進していって、まあ、最終的にはクリアしたりとか、まあ、もしくは新しい難易度に挑戦するとかっていう仕組みになってるじゃない、うん、これが結構その人生ではなかなか簡単には得にくい成功体験とかを割とある意味手軽に得れるので、セラピーになってる可能性も実は否めないんですよ。これそうだとは言いませんよ。ちょっと焦ってるからご質問してるわけでしょ。でもこの焦りをがあるのはまずいいことだと捉えるべき、うんうんうん、焦りがあるのか、ね、何とかしなきゃなって多少思ってるんだろう、うん、これはもうすごい、それだけで俺は希望の光があると思うよ、うん、本当にもう無理な人って相談もできないと思う、うん、だからそうすると自分ができることから始めた方がいい。それは何かというと、しょうもない話だけどゲームでもいいと思う、うんうん、ゲームやってやっぱりゲームクリアできるってことはどういうことかっていうのをちょっと考えてみてほしい。なんでかっていうと、ゲーム、なんか好きなゲームを選んで、それを中で課題解決をして、成功体験細かいの繰り返しです。もしクリアするっていうことが一本通してできるんであれば、十分やれることいっぱいあるんですよ。うんうん、で、それはゲームやってる間は引きこもってんのって、そんなこと言ったら世の中でネットフリックス見てる人と、ゲームやってる人は引きこもりになっちゃうから。うんうんうん、ランチしか行かないやつがいるからね。今のテレワークだって引きこもりじゃん、なの。会社員だって会社に行ってるだけで、会社だから引きこもってるだけじゃないから。だって朝早く出てさ、電車っていう空間にいてさ、他人と一緒にいてさ、で、会社に行ってまた他人に揉まれるんだけど、全部みんなインドアの中でさ、ねえ、引きこもってるもんじゃん。そうですね。でだからそう考えると、うん、で、今引きこもりに不利な世の中では、俺はそんなないと思ってて、うん、特にこのテレワークが主体になってから、うん、やれること増えてるはずなんだよね、うん、これ面白い例があって、鉄拳プロジェクトもいろいろ運営とかさ、鉄拳に限らず、例えば他のプロジェクトでも、例えば沖縄からリモートでずっと仕事一緒にしてる人とかいるんだよ、うん、はい、増えましたよ ね、うん、本当ね、沖縄だぜ東京にもいない、うん、あれ俺らから見たら引きこもりの人と仕事してるのと変わんないじゃん、うん、変な言い方すると。そうですね、沖縄に引きこもってる人じゃん、広い意味で言うとさ。沖縄っていうかイメージがいいだけで、うん、海があってさ、オープンなイメージがあるけど、うん、俺らからしたらさ、ネットの向こうにしかいない人だよ、うんうん、でも仕事できてるわけじゃん。だからそういう仕事っていっぱいあるってことなんだよ。そうなんですよ。だからあまり、うん、もはやなんかニートだと思わないでも大丈夫よみたいなところ。だからニートなのは別の理由もあるかもしれない。引きこもりだけが解決しても、その仕事する気しないとかもあると思うけど、うん、前も言ったけど、やっぱりまず何がきっかけなのか分かんないんで、自分の好きなことしかやるしかない、うん、おそらくゲームは嫌いじゃないんだろうから、そっからでもなんかやる、そんなんでいいと思うし、うん、最悪さ、そのじゃあ全員が全員本当に復帰って言ってるけどさ、みんなが言ってる基準ってじゃあどこなのよっていう、なんかそこは孤立しないでほしいよね。なんでかというと、全員が同じ水準で同じことをやんなきゃいけないっていうのは、多分大学まで卒業してるってことはさ、だいぶちゃんとある意味教育を受けてるわけだから、うんうん、それが常識化してるんだろうけど、その頼っていい時期もあるんじゃないの。そうですね、いろんな人を、いやいや、どうすればいいですかって言ってるぐらいだから大丈夫ですよ。ある程度、ある程度はこの人、この人はね、うん、あとはだから外に出たいのかっていうところもある、ね、だから今外に出てたくても出れない時期もあったし、むしろ今みんな引きこもってるじゃん、うん、ってことはさ、あなたに時代がついてきてる、みんなが引きこもりになり始めて家でね、それこそ俺の職場にもいっぱいいるけど、結婚してなくて子供ももちろんいなくて、親からも離れて一人暮らししてる社員とかはさ、もう引きこもりですよって自分で言ってるぐらい、うん、なんか日中ネット以外では誰でも喋らずに、コンビニ下手したら一日もその日行かずに冷蔵庫にあるもので済ませましたみたいな、僕自分の寝床で起きてパソコンの前で座って寝るっていうのをこの1週間やって引きこもりですよみたいな人いるわけじゃん。でもってことは、でもそれでできる仕事っていっぱいあるってことだよね、うんうん、いや本当そうですよ。だから着替えもせずね、そうで仕事してますからね、みんなね、
他人のことあんま気にしなくていいですよ、うんうん、他人なんてあなたのことなんて俺も含めね、その真剣に考えてくれてるわけないじゃん。そんなふうにどんどん言われる筋合いになるわけだから、うん、マイペースである程度やっていって、なんかゲームクリアしました、できましたっていうのがあったら、ぜひツイッターに報告しに来てください。本当ですね、お待ちしております。それが一歩だと思いますよ。